11月21日、まずヘリコプター作業の開始。森の中を進む高田さんたち。ヘリコプターに先回りしてドマイボクのポイントに向かう。部下たちの服は蛍光色。ヘリコプター誘導のため上空から見つけやすいようにしているのだ。ヘリコプターが近づいてきた。ドマイボクの長さは4メートル。一つ一つワイヤーをかけていく。1番が2班のところから後方40メーターぐらいのところに倒し、正面に次の木は2班見えますね。左手にあっちか。ドマイ木を運び出すにはヘリコプターを真上に誘導しなくてはならない。3トン近くのドマイボクが一気に釣り上げられた。ヘリコプターは3キロ離れた中間点にドマイボクを運び再び戻ってくる。息つく間もなく次のドマイボクにワイヤーをかけていく。地上は戦争と一緒や。走り回る。まじあっち来い。今来や。投げたら。あの見つけた。いつもだけど、よう動くなと思ったよ、若い人がね。あ、飛び回ってるじゃない。はいはい、自分がやっぱりしてきたとは、結局そのまま突きつけられてる。この日は、7時間かけておよそ100本を運び出した。ヘリコプターの作業は1週間。中間地点には300本余りのドマイボクが積み上げられた。ここから主役を務めるのはトロッコ列車。大正時代に敷かれた線路が今も使われているのだ。延長4キロ、1時間かけてトラックが通る林道まで運ぶ。100年近く屋久杉を運び続けてきたトロッコ。高田さんたち山師が線路を守ってきた。ヘリコプターで運ばれたドマイボクはさらに切り分けられてトロッコに積み込まれる。
1台のトロッコに積む土埋木の重さはおよそ3トンに上る。そのは積み方が足か反対つまんに。積み方のバランスを誤ると脱線や大事故にもつながりかねない。現場では高田さんの厳しい声が飛ぶ。建棒立てんかよ。建棒ちょいとか。土埋木の切り出しからトロッコへの積み込みまで何十年にもわたって受け継がれてきた山師の技。森の奥で眠っていた屋久杉が高田さんたちの手を通って多くの人々に届けられていく。屋久島というものは現在まで屋久杉というものは支えてきているわけです。世の中はまあ変わっていきますけど、もう必要ない時代になるでしょうかもしれないでしょうけど、まあ、やっぱり昔あったようにしていくのはやっぱり我々の愛じゃないかな。12月に始まったトロッコ輸送、完了したのは暮れも押し迫った27日だった。事故も一人の怪我人もなく、高田さんの山師としての最後の仕事が終わった。今も杉の苗を植え続ける。はい、終わりました。また千年後来た時は覚えてた時は見てください。写しが来てください。もうこんなになるからか。